アフリカ系アメリカ人の大移動、または黒人の大移動とは、1914年から1950年までアメリカ合衆国南部の田舎から移動した100万人以上のアフリカ系アメリカ人の動きを指したアメリカ史の用語。英語ではグレートマイグレーション。アフリカ系アメリカ人は南部での人種差別の問題から逃げ、 北部でより良い仕事と、総合的により良い生活を求めるために移動した。デューリングワールドを、アイゼアワズ・エイグレート・マイグレーション・ノース、1863年に、奴隷解放宣言が署名されたとき、アフリカ系アメリカ人の人口の8%未満が、北東部か中西部に住んでいた。1900年まででさえ、全てのアフリカ系アメリカ人のおよそ90%は、 まだ以前の奴隷を保持していた州にいた。移動に参加したほとんどのアフリカ系アメリカ人は、ニューヨーク、フィラデルフィア、ボルチモア、ミネアポリス、デトロイト、シカゴ、ミルゴキー、セントルイス、オークランドとロサンゼルスなどの大きい工業都市や、多くの中小の工業都市に移動した。人々は、可能な限り最も安い鉄道の切符を取る傾向があった。これは、例えば、 ミシシッピー出身の人がシカゴに移動したり、テキサス出身の人がロサンゼルスに移動するという結果をもたらした。アフリカ系アメリカ人は個人かまたは小さなグループで移動した。ほとんどの場合は政府の補助が全くなかった。彼らの移動する理由は様々な要因があった。増加する黒人移住者に対し、ここは 白人の町であると主張する横断幕北部では、1910年と1930年の間、黒人の人口がおよそ20%上昇した。シカゴ、デトロイト、ニューヨーク、クリーブランドなどの都市は、最も大きく増加した。例えば、1910年、デトロイトのアフリカ系アメリカ人の人口は6000人だけだったが、 アメリカ合衆国の大恐慌が始まった1929年には12万人にまで増えた。他の大都市もアフリカ系アメリカ人の人口の増加を経験した。都市部に黒人が集中して住むようになったことで一部の白人は第二次世界大戦後に始まった郊外の開発が終わった後の米国の都心の地域で低等区別とレッドライニングを使用した。 しかしそれは逆に教育を受けたアフリカ系アメリカ人が退屈しない良い仕事を得ることができた。多くのアフリカ系アメリカ人が順番に中3階級の下側に上がることができた。全体的に見ると大移動はアフリカ系アメリカ人全体を助けたと言える。ありがとうございます。